んにちは、波乗り三昧です。2018年6月28日木曜日、11時の仙台新港の波情報をお知らせいたします。波サイズ、腰から腹といった感じですね。風は南東寄りの弱い風が吹いている程度です。天気は、曇りです。少し青っぽい空も見えていますが、ちょっとどんよりした感じですね。予報ではもうそろそろ雨が降り出すような予報は出ていますが、今のところまだ大丈夫ですね。人数は50名ほど。波縁の割には人少ないですね。もうワンラウンド終わってみんな帰った後かもしれませんね。波なんですが、昨日よりかはサイズアップして、距離は伸びないんですが、少しは遊べていますね。波風もそんなに多くない感じで、潮がいっぱい目いっぱい引いてる感じですね。砂浜が随分、見えていました。見えています。仙台新港正面が空いているので、蒲門方面に流れているっていうか、行っているサーファーはほとんどいなくですね、波も良くないのかもしれません。蒲門方面はほとんど人がいない状態です。で、正面なんですが、なんかボヨボヨした感じの波ですね。今日はいつも駐車場のから、動画撮っていて、高いところから撮ってるんですが、今日ちょっと砂浜から撮ってました。進行どんな感じになってるのかなって分かりやすいところから、あと堤防の工事の具合とか見ていただこうと思って下から撮っています。この面が上駐車場なんですが、駐車場の正面が、波で崩れてきて、駐車場を守るためにこの堤防を今作っています。ここは私この階段の上あたりから動画撮ることが多いんですが、ここの、右階段って言っている階段、日曜日から使えるようになってますので、皆さんご利用ください。今日は工事してますね。向こうに見えるのが仙台市の水処理場
です、あそこの目の前に、七北川が走っていて、まあ、エリアとしてはガモっていうような名前で呼ばれてますね。で今一周回ってきました。まあ、たまには、下から撮った方が、サーファーも大きく、映っていいのかなと思うんですが、まあ、たまには下からも撮ってみたいと思います。そうですね、なんか距離の伸びない、ぼよぼよした波が多いですね。まあ、梅雨時なので、波サイズがないのが例年なんですが、寒冷前線が仙台よりか上の方にあるときはまだそれでも波サイズあるんですが、寒冷前線が仙台よりか東寄りっていうんですかね、下の方に降りると、サイズが極端になくなる傾向が強いですね。波のうねり、寒冷前線って言ったらすいません、梅雨前線ですね。梅雨前線を通過するとうねりがなくなってしまうという傾向があるので、梅雨前線が仙台よりか下にあるときはあまりサイズは望めないっていうかね、そういう気象状況なのだと思います。なので梅雨場はどうしてもサイズが、落ち気味っていうかね、そんな感じですね。もうそろそろ今日の動画終わりにいたします。ご視聴ありがとうございます。あと、チャンネル登録されてない方、よろしくお願いします。